バルト海を横断する避難船ハンニバル作戦は1945年1月中旬から5月にかけて東プロイセン及びポーランド回廊からバルト海経由でドイツ軍と民間人を避難させるドイツ海軍の作戦東プロイセン構成における赤軍の進軍により1945年1月23日から2月10日にかけて東プロイセンは孤立する そのため、ドイツ海軍総司令官、カールデーニッツ元帥は1945年1月23日、占領下のポーランドのグディニャに指示を送り、ソビエトの作戦地域外の港への避難を開始した。本作戦により避難した軍人及び民間人の総数は5年前に行われた英国のダイナモ作戦よりもさらに多く、歴史上最大の海上避難の一つとなった。 15週間にわたり、漁船なども含む、あらゆる種類の小船494から1080隻や、投入された残存する最大の、ドイツ海軍部隊によって80万から90万人の民間人と35万人の兵士が、バルト海を渡って、ドイツ本国やドイツ占領下のデンマークへと運ばれた。ハンニバル作戦は1945年1月23日に、開始された。 1>, 1月30日には、客船、ビルヘルム・グストロフ、ハンザ及び、捕鯨母船、バルター・ラウが、ポーランドのグディニャを出港し、キールに向かった。ハンザは、機械的なトラブルで港に戻ることを余儀なくされたが、1万名以上の民間人と軍人が乗船していた、ビルヘルム・グストロフは、航行を続けた。ビルヘルム・グストロフは、ポメラニア沖にて、ソ連海軍の潜水艦、 S-13 に撃沈され、9500名もの犠牲者を出したとされる。バルター・ラウは、最終的に、エッカーンフェルデに到着した。2月9日、客船、シュトイベンは3000名から4000名を乗せて、バルチースクを出港し、シフィノーイシチェに向かった。シュトイベンも深夜に、S、S-13 に沈められ、生存者は650名のみであった。3月初旬、 ドイツの総交艦、アドミラル・シェアと3隻の駆逐艦及びエルビング給水来艇 T36 で構成される艦隊がボリン島近くのドイツの共闘歩に対する援護を行った。その最中に海軍の小型艦船はその地域で孤立していた7万5千人以上の兵士と民間人を避難させた。その人たちは沖合にあるより大きな軍艦や他の輸送船に運ばれた。 これらの輸送船の多くは沈没したが、ドイッチラントなどの大型客船が航行し、それぞれ最大1万1000人の兵士と民間人を輸送した。イギリス軍が占領している西部の港に到着した、避難者4月4日から5日の夜、小型船と上陸用集艇の艦隊が3万人以上の兵士と民間人をオクシェフターケンペから避難させ、ヘルハンに輸送した。 4月だけでも26万5000人近くがグダニスクからヘルハンに避難したと推定されている。4月15日、4隻の客船や他の輸送船からなる別の大型船団が2万人以上の兵士と民間人と共にヘルハンを出港した。4月16日、貨物船、ゴヤは L-3 による雷撃で撃沈され、6000名以上の命が失われ、 生存者は183名のみであった。食料と薬品の不足は、ナチス政権における主要な問題とされており、本作戦においても救助戦にて、高齢者と幼児の死因となる傾向が見られた。その他にも、燃料不足は深刻な状況であり、戦争が始まって、以来最低のレベルに陥った。ゴヤ、ビルヘルムグストロフ、シュトイベンに加えて、 ハンニバル作戦の15週間の間に158席が失われた。ありがとうございます。